アウシュビッツっていう、いつ出られるかわからない、毎日知り合いがどんどんなんかいなくなってる、要はすごい普通に考えたらもう終わりなんですよ。いつ自分の番が回ってくるかわからないし、そうなってくるとストレスでやっぱりいなくなっていく方もどんどんやっぱ出てきます。ただその中でもね、生き残る人間っていうのはいるんです。じゃあその人たちと何が違うか、ほんとちょっとしたことらしいんですよね。やっぱそういう元気な人っていうのはね、あの絶望的な状況の中でも何か楽しみを見つけてるんですよ。朝日が昇ってきた時の綺麗さとか、誰々が冗談言ったら笑うとか、実は案外当たり前のことなんですよ。で普通に考えたらこんな状況でそんな笑えるかってなるかもしれないけど、それが案外できる人は生き残れるんですよね。それが